はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。11月23日 NHK スクランブルでもやりますんで、皆様よろしくご参集ください。動画説明欄もっと見るをクリックしてください。よろしくお願いいたします。被害救済新法案、現在や将来の重大な不利益を回避できないと不安を煽る寄付の勧誘を禁止、というのが政府がこさえたそうで、与野党に原案見したら、立憲と維新がですね、手ぬるい、生ぬるいと批判したようでありますけれども、ネットの反応です。地獄へ落ちるわよはダメ。不安を煽るだからね、これね。現在や将来の重大な不利益を回避できないと不安を煽る寄付の勧誘を禁止と。戒名をつけないと極楽いけないって言って、金を取るのもアウト。これはどこがやってんだろうな、一体な。戦争法案で徴兵されます。共謀罪でオスプレイの話をしただけで捕まります。これを止めるために私たちに寄付を。これアウト。おおですね。軍歌の音が徴兵制になる。もうダメだな。不安を煽る。というですね。バカパヨまさかの巻き添えでアウト。分かってたけど、共産党、パヨ団体巻き添えやな。不安と、ルサンチマン煽りが唯一の生きがいのパヨ死亡では、これ共産党賛成あたりからじいさんと親父の給付返還要求ありそうだな。不安を煽られたっつってね、で寄付しろって言われた、戦争になるぞって脅かされた、公明が必死に足を引っ張るはず、この法案成立に、足引っ張ってですね、もしくは骨抜きグダグダにしてですね、学会に最大級に配慮した骨抜き法案だと思うよ。どうせ、仏壇を売りつけるのは対象外であるとか、新しい信者の家に大勢で押しかけて、それまであった神棚や仏壇を焼き払うっていうのも禁止は、大丈夫、OK みたいな法律になっちゃうかもしれないですね。国民一人当たりの借金ガーとかも、完全に詐欺だからやめた方がいいと思う。財務省ですね、これね。試験ですけど、この法案が成立したらですね、日蓮大聖人に背く、日本は必ず滅ぶ、という本を大量に配布し、信者以外は地獄に落ちるって言いまくって、どこの駅にも大抵いて、大塚にも松戸駅にも、いて新聞配ってて、勧誘相手を監禁し逃げたら殺すと脅迫して逮捕者が絶えない、埼玉県に本山がある学会とものすごく仲間が悪くて、1974年には信濃町の学会本部に信者70人が街宣車で突っ込んで12名の逮捕者出して公安監視対象であると公表されている〇〇会とか、全然ダメだね、これね。だってさ、入会しねえと地獄に落ちるって脅すらしいですから、将来の不安を回避できないと、勧誘すること禁止なんだから、全然ダメですね。ここが真っ先に私は、思い浮かびました。ここは、学会だけじゃなくてですね、同じ公安監視対象の共産党と、ものすごい険悪です。似た者同士っちゅうのかな。公安監視対象ですって公表されている〇〇会。同じ層を奪い合ってるライバルカルトだからしょうがないですね。共産党と契約なのね。規制対象は個人から寄付金を集める法人だそうで、個人を脅して寄付を集める個人は対象外みたいですね。個人でやってたら、それほど大したことはできねえからっていうことなのかな。借金や居住中の建物を処分して寄付金を調達するように要求は禁止。借金してでも寄付しなさいとか、住んでる家売って寄付しなさいとかいうのが、その行為を禁止ですね。こっちは分かりやすくて A ですね。行為を禁止。これはダメ。違反には刑事罰と、総理が言ったそうで、罰金だけでは済まないみたいであります。いつものコピペなんですけど、パヨ活動まとめ年表、日米安保戦争になるぞ、イラク派遣戦争になるぞ、数々言ってるんですけど、毎年のように
コロナ流行、欧米みたいになるぞ。検察庁法改正、これ入管法かな、独裁国家になるぞ。これも完全にダメですね。パヨパヨの、こういう、脅し文句。すぐね、なんか変えようとすると、戦争になるぞとか、独裁政権かとか言って、他人を脅すんですけれども、そういえばなんか会見して、緊急事態条項つけたら、独裁政権になるぞつって、脅してる政党も多々あるみたいですね。まあ、会見させるのが嫌でね。だって緊急事態条項ない国ないよ。緊急事態条項ないと、防衛戦できないよ。ここの町の人、全員避難してください。戦場の中死んねえからって、言って強制できない。じゃあ、戦争できないよ。戦争というか防衛戦ね。これも完全にダメですね。学会もですけど、共産党にも地味にダメージでは。あははは。あとは緊急事態条項で独裁になるって脅してる政党にも地味にダメージなんではないでしょうか。山上徹也、精神鑑定交留置。異例の延長で6ヶ月になったそうであります。7月に、事件が起きたから、来年1月まで精神鑑定留置されることになったんで、選挙演説中の政治家を害す民主主義の根幹を揺るがしたとして死刑求刑の可能性なんですけれども、日弁連、終身刑を新設し死刑に変えてはどうか、声明発表、わかりやすいな、ネットの反応です。絶対ダメ、被害者や家族の無念は無視かよ。増えた収容費用は日弁連が出せ。無敵の人が衣食住ゲットのために大事件を起こす気がするんだけど、やけくそになった人ですか。衣食住、寒いらしいですね。冷暖房は刑務所ってあれでそんな良くなくて寒いんだって。寒くて暑い。じゃあ弁護士の家庭で死刑囚面倒見てよ。おめんちで預かれてね、引き取るっていうようなもんですかね。どうせ人権屋のパヨ弁護士がのさばってんだよ。再犯で事件が増えた方が弁護士は儲かるからな、そういう見方もありますね。2007年長崎市長射殺事件っていうのがありまして、被害者は市長だった一人だったんですけども、地裁で死刑判決が出ております。最高裁で無期懲役になっちゃいましたけれども、経緯なんですけど、現職の市長伊藤さんが4選4期目目指して立候補、選挙遊説中の4月17日暴力団組員がリボルバーで2発撃ち、2発とも背中に命中、心肺を傷つけほぼ即死。2発撃って2発とも当てたんだ。よっぽど近くから撃ったんだが、日頃から練習してたのか知りませんけれども、長崎地裁、選挙を混乱させるなど民主主義の根幹を揺るがした、殺人の前科なく強盗殺人や身代金誘拐殺人ではない状況で、被害者一人で死刑判決は極めて異例だった死刑判決を下しました。強盗だの誘拐だのっていう時は加算されて罪が重くなるみたいだな、これを読むと。最高裁で無期懲役になっちゃいましたけれども、なので山上容疑者に死刑判決っていうのはあり得るんですよ。過去にこういう事例がありましたから。なんせ選挙中に演説中にやっちゃったっていうことで、民主主義どうなんだこれ、曲がり通ったら。こんなの乱発したら民主主義が揺らいでしまう、国の基盤が台無しになっちゃうということで、影響大ということでね。内閣府調査、死刑は廃止すべきはたったの 9%、これも変わった人なんだろうな。パヨパヨに騙されてる、いくらパヨ弁連がですね、嘘とへりくつで頑張っても当分は無理そうですね。 9% じゃね。パヨ弁連の嘘なんですけど、死ぬまで出れない終身刑を新設しよう、それで死刑の代わりにしよう、現在の無期懲役のシステムなんですけど、30年間服役まずします。それ終わった時点で仮釈放をすっかどうか審査されるんですね。現在は仮釈放の条件がものすごく厳しくて、実質通らない、仮釈放にならない、
特に殺人など凶悪犯は絶対に仮釈放しないつ内部のルールがあります。公表されてませんけれども、仮釈放が認められないとですね、次の審査は10年後です。つまり40年服役した後、また審査、ほぼ死ぬまで出れない、もしくは再犯できないぐらい老化しないと出れない。介護看護が必要な医療刑務所とかに行かないと、まあまあ歩くのも容易じゃなくてみたいな、そうならないと出れない。なので無期懲役イコール実質終身刑なんですよ。パヨ弁連はこんなことを知り尽くしてるくせに、終身刑を新設してはどうかって嘘ついてますね。専門家は専門分野で嘘つくのがパヨパヨの特徴であります。ほんと恥知らねえな。今後のね自分の仕事に支障出んじゃねえかなんてことは考えないんだな。っていうか安倍がやればどんな嘘ついても称賛されっから、ほら前川喜平貧困調査員みたいさ、あんなことやっといても安倍がやれば成人、称賛されるんだから、もうちょろくて、やめられませんね。1ドル50円って、なって経済崩壊しるって言ってた自称経済学者の紫ババアとか、医療分野で尻滅裂なこと言って自称精神科医の中指さんとか、ほんとゴミな連中だな。専門家が専門分野で嘘をつく、パヨ弁連、専門分野の法律関係で嘘をつく、本当にゴミな連中だなーって呆れちゃいますよね。というわけで、デモをやります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。